何行方不明になってるんです。あの日からあの人は謎になってしまった。今度は本当に帰ってくるかもしれない。ここに行けないかい。お部屋の支度をしとくわ。日本映画の常識を突き破って鬼才勅使河原宏監督が勝慎太郎と組んで現代の生と死と男と女を鋭く追求する本年度最高の問題巨編、消えた男を追ったスモッグの果て。男は見た女上位で激しく迫る一人の女を。殺されたのよ。なぜかしら。私どうしていいかわからないわ。どんな事情だったのか一つあのあざのことを詳しく聞かせていただきたいと思ってね。さあ詳しくと言っても更新所の人でしょ。偶然だな。まったく夫婦が一緒に暮らすのは別に用事のためじゃないでしょ。もうその話はよそうよ。じゃああなたなぜ家を出たの。まるっきり寝言だよ。それじゃああんたの車の車検証だけど見せてもらう。訳を言いなさい訳を。どいつもこいつも。